はい、どうも皆さん、こんにちは、みずるです。今日はですね、とても面白いクリエイトをしていこうと思います。いつもの通り極狭スペースということで、左にぽっかりとね空いてるスペースを作っていくわけなんですけど、右見てもらうとね、もうテンプレですかっていうバリにできちゃってますよね。そうです、今回作るのは右の応用編だったりとか合わせ方とかね、こうブロック形式で何個もつなげても不自然じゃない和風の箱庭を作っていこうと思います。まず最初に、なんでねこの箱庭が有能かというと、 4×4 マスで作れてしまうとてもコンパクトなハエ装飾であると、まあ、和風になってしまうんですけど、案内所前だったりとか本当にスペースを選ばずに簡単に、特に難しい家具を使うこともなく、またいろんなバリエーションをね組み合わせて人との違いも出せるし、統一性も出せるという、本当にね作りやすいかつ使いやすいがね揃った完璧な装飾をね、これ私生み出したと言っていいのかわからないけど、見出しました。今回、結構前から案内所前と飛行場の間に作ってるんですけど、今回ねこいつを応用ということで、いくつかパターンを作っていけたらなと思います。最初は作るコツを紹介しながら、やるので、真似してぜひね自分の和風島なり案内所前に作ってみてください。こういう木プラス低木石花というね、軽く家具を置くだけの装飾、ぜひね皆さんも作ってみてください。ということで早速ね今回も作っていきましょう。今回のポイントとしては、左右対称の部分とアレンジをする部分というのを分けることが大切となってきます。まずはここの印ですね、ポイントとなる、ここじゃない、木の根元にアクセントとして土をねつけてあげたり、生えさせるのにはねやっぱり、ね、対称は対称で作るっていうのが一番大事だったりもするので、統一感といったところでも同じように見せると。じゃあ右どうなってんのっていうと、手前には低めの家具になってきてますよね。こう奥から徐々に低めの家具になっていくというところで、統一を見せるんであれば低木の色とか場所は大して変わらなくていいです。大きな家具が一緒であれば木がね一緒なだけで、ある程度印象としては統一感というのが出るので、例えばお花見ちょうちんなんてね置いてみても面白い。で余った間には同じように低木を入れちゃいます。でそうね、こっちはちょっと右とはずらしつついくんですけど、じゃあ桜系で装飾しようかってなった時に、これ 1.5 マスなんでちょっと難しいんですけど、まあうまく間を取ってね作っていく感じになりますよね。で例えばじゃあ桜の枝が来て、じゃあ横に何を置くのっていうと、まあ、獅子落としなんてあっても可愛いですよね。ちょっと豪華になっちゃうんですけど、右に比べると、まあ、こんな感じで置いてあげると。で間には例えばじゃあ雑草を植えてあげようと。全部ね家具を置いてもちょっと重くなってしまうので、雑草を一回植えてその前に低木を植えてあげるっていう、あえての余白ですね。でそのゆとりをカバーするために石だとか、小さめの家具でもいいんですけど、今回は亀にしましょうかね。色合いなんかもちょっと似てて、かつ、まあ、寄せても不自然じゃない家具というところで亀をチョイス。そして花ですね、 1.5 マスなのですぐは植えれないので、植えれる場所を探しつつ桜の花と相性のいい色をね植えてあげます。で締めなんですけど、ここは車止めをこういう締め、あえて締めてる感じがねハエの要因だったりもするので、こういったところの統一感って結構大事かなと思います。はい、結構簡素なんですけど箱庭ですね、こんな感じで、もちろん低木を少し変えてもいいですし、地面少し塗ってあげてもいいかなって感じはしますよね。ちょっと左に寄っちゃってるので改善点はありそうですけど、さっきの要素に何が足りなかったかっていうと、ちょっとすげえ自分で作ってて忘れたんですけど、柵ですね。ほいって一気にねカラーが3色になるんですね。桜のピンクと緑と、花がアクセントなんですけど、このなんだ竹垣の色っていうね、これが本当に絶妙に映えるんですよね。はい、どうでしょうか。さっきのね4倍は良くなったんじゃないかなと思います。やっぱり色味っていうのがねすごい大事なのが伝わったかなと思うんですけど、ベースは竹2本と竹垣と低木なんですよね。ここはそれにあとは装飾に合わせて花を入れたりすることによって、パッと来た時に
桜が咲いてて右はタケノコ、なんだ七夕の笹があって石があってとかって、並べてみるとね結構自然に出来上がってませんかね。特徴を捉えることによってこう並べても全然違和感のない装飾として、まあ、箱庭と勝手に言ってるんですけど出来上がるということで今回紹介してみます。残りは自分の渾身のね、バリエーション違いを5つぐらいは紹介しようかなと思うのでぜひ最後に見ていってほしいんですけど、基本は木2本、竹ですね。これを広葉樹に変えたももちろん OK です。針葉樹でも大丈夫だと思います。まあ、洋風で作りたい人ね、まあ、和風で作るならば竹と、低木、竹垣なんかをね、基準にしてもらえたら割と簡単に作れると思います。はい、いかがだったでしょうか。和風の庭ということでね、こんなに小さなエリアでもこれだけのバリエーションを増やせるよというような感じでクリエイトしてみました。少しでもね参考になったらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。